エトルタのパノラマエトルタは、フランス、ノルマンディ地域圏、セーヌマリティーム圏のコミューン、石灰室の断崖が続く海岸にある。断崖とアーチ状のアバルの門、塩水系のハリガニエトルタは、風雨にさらされてできた自然のアーチを含む断崖でよく知られる。イギリス海峡を挟んで、同じ岩石がイギリス側にも広がる。これらの断崖と砂浜が、 ウジェーヌ・ブーダン、ギュスターブ・クールベ、クロード・モネといった芸術家たちを魅了してきた。1909年には、モーリス・ルブラン作のアルセーヌ・ルパンシリーズの小説、祈願城の舞台となっている。街の中には、ルブランの邸宅を改造した、モーリス・ルブラン博物館、ルパンの隠れがルクロ・ルパン、ムーゼイでモーリス・ルブランが公開されている。有名なアーチのうち、街から見えるのは2つで、 アバルのアーチ、そしてポルトダモンである。マンヌポルトは街から見えない位置にある。ルワーブルからルトレポールへと伸びるハイキングドグレーン21が街を通過する。断崖の頂上にある白鳥号記念碑トルタは1927年にパリニューヨーク間無着陸飛行のため出発した白鳥号がフランスで最後に見られた場所として知られている。 第一次世界大戦の英雄シャルル・ナンジェッセとフランスワコリが登場して1927年5月8日に出発し大西洋上で行方不明となった。現在も航空史上のミステリーとなっている。この飛行を記念した記念碑がエトルタに建てられたが第二次世界大戦のドイツ軍侵攻で破壊された。新たに以前より高さのある 記念碑が1963年に建設された。博物館も併設された。ありがとうございます。